やっぱり服ならカンターレだね。はい、カンターレオカリナ制作者のオクリスマス YouTube チャンネルへようこそということで、本日はですね、見ましたね、思い出と記憶理論ということでやっていきたいと思います。さあ、これに対してのですね、質問でございます。いつも平本先生の YouTube 楽しく拝見しております。今度仲間とで演奏するのですが、お客様の心に届く曲を教えてくださいときました。これに対しての私のアンサーが思い出と記憶理論、これでございます。さあ、行きましょうということで、まあ、思い出と記憶っていうのは、なんとなく皆さんもこう、分かるかなと思うんですけども、どっちも実はいわゆるその脳に対して の、そのメモリーですよね、残すということなんですけども、で実はその似て非になるもので、大きく分けると、この違いがあるっていうのがあるんですけども、それはいわゆる思い出っていうのは覚えようと思ってなくても思い出になるものなんです。で、記憶っていうのは何かって言ったら、覚えようと思って記憶にしたものが記憶なんです。ね、ですから自分が覚えよう、思い出そうって思うのか思わないのかで、分かれるということなんです。となると、どっちかって言ったら分かりますよね。そしたら思い出なんですよね。で、これはね、僕なんかも思っててそうなんですけど、例えばじゃあ思い出っていうのはどうなるかっていうと、例えばの話ですよ、息子も大学生になっちゃいましたけど、小学校の時の運動会でなんかよさこいを踊った思い出なんかが蘇りますね。とか娘で言うと今中3なんですけども、そうですね、娘の思い出だとやっぱ幼稚園かな、幼稚園のクリスマスのお遊戯会、これが鮮明に思い出されます。これどっちも思い出ですよね。ただしどっちもそれを覚えようと思ってはいないんですよ。パッと走馬灯にして思い出す、これが思い出。じゃあ記憶どうかっていうと、例えば今ね、娘中3で今日からね、夏休みが明けてね、学校始まったんだけど、女の子だからやっぱり数学が苦手なんですよ。だからちょっと僕も見てたんだけど、僕もね、頭もう回んなくなっちゃってね、解の公式とか思い出せられます？解の公式言ってみて。分かんないでしょ、これね。絶対やったはずなんですよ、皆さん数学で。解の公式ですから、公式ですから式ですよね、方程式みたいなね。x=2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac なんですよ。言えたかな。これで僕必死で覚えた。だからこれが覚えようと思った今の記憶の解の公式。ただ皆さんがもしスッと言えたなら、これ素晴らしいと思います。普通の人言えないと思います。だっていつ使うの、中3でしょうっていう話だから、もう使わないからあんなものね。ただやはり解の公式がないと中3の問題が解けないわけですよ。ただあれは覚えようとしなきゃならないから覚えられないわけね。ということは、簡単な話で思い出となる曲を演奏してあげればいい。となると、やっぱり僕の YouTube なんか見てもらうと分かるんですけど、大体65歳以上がボリュームゾーンなんですよ、僕の YouTube で言うとね。で、この頃はね、割と僕ら世代40代も見てくれるようになったけど、やはり65歳以上が圧倒的なんですね。となるとこういう曲、65歳にリーチする曲となると、やはり1970年代前後、この曲を演奏してあげると、もう勝手に思い出をふっとですね、そのリスナーっていうのは、聴いてる皆さんはふっと入ってくるわけ。となると心に届く、演奏になるかなというふうになってます。もちろんその他にも演奏の、アンサンブルであればアンサンブルの形態とか、そもそものオカリナの質レベルっていうのもあると思いますけど、どんな曲が心に届きますかって言えば思い出の曲です。でそういう意味で言うとね、この間 YouTube にコメントもらったんですよ。はい、こちらですね、いつもねありがとうございます。空も飛べるはず、大好きな歌です、ハートマーク。聴けてよかった、思わず歌ってしまいました。はい、これね、先日のりょうたくんの、りょうたが行くの中のスピッツの曲なんですね。でスピッツっていうと、おそらくね、このコメントくれた方、僕と同年代だと思います。やはり45歳プラスマイナス、そうだね、10歳前後かな。ですから、40代から50代の多分リスナーさんだと思います。で本当に僕らで言うとスピッツ、なんかですね、これが空も飛べるはずでしょ。僕なんかでスピッツで思い出の曲っていうとチェリーかな。あとはロビンソン。なんかね、覚えようとしなくても覚えてるわけよ。
ゃんちゃんちゃん、なんかねこれね僕ねピアノでね弾いた覚えがある、ロビンソンは、っていう風にやっぱりその聴いてくれる層の思い出勝手に思い出すんですよ、でこの人も思わず歌ってしまいましたってことは歌詞をこの方覚えようとしてないんですよ、なぜなら思い出だからということで、ぜひ皆さんこの YouTube を聴いてる皆さんに僕が思い出を勝手に想像させる曲、1970年代の曲、いや1970年にしましょう、この曲聴いてください。皆さんの思い出くすぐるんじゃないかなと思って期待しながら吹いてみたいと思います。ぜひお聴きください。思い出の曲です。